最新週刊ガチャから登場した週刊ブースター腕ごろ飯やっていきたいと思います。なんとですね、 OMF 企業で裏総合値103到達ということで、とんでもない腕ゴールが爆誕しております。今回なんといってもね、決定力の高さですね。シュートプラス3のね、週刊ブースターがついてることで、これも通常とか他のこれまで登場した腕ゴールよりも鬼上がり爆上がりしており、さらにねボールコントロールも高いんで、フェイントゲートの相性もいい、キック力もね90超えしてるんで、よりですねミドルシュートが狙いやすく、ブースターによりフィジカルコンタクトも70近くまで上げてる、ライジングシュート持ちで、さらにねワンタッチパスもついてる。いやー、これは言うことないぐらい強いね。プレイメーカー打ち消し無印ホームフラスのゴチ103ブースター腕ごしやってか勝利。魔法をかけつつ決定力の強化部分を生かしながらね、ゴールを狙っていく。やっぱねドリブルタッチもあるし、フェイントトラップ、そこのうまさをね全開放してほしい。マジで決定力の高さね、そこが非常に熱いんで、頑張っていきたいと思います。はい、来たー、それ抜けてる抜けてる、あー惜しい。無印でねやっぱ OMF 起用できるんで、そこ嬉しいよね。さあいいとこ入れて、ナイスナイス、めっちゃいい、めちゃくちゃいいドリブルしたか、アリソンの手の中か。いや、いいドリブル見せたね。さあこれはギュンドアンとの1対1を制していく。またマリソンか、あそこのね駆け引きだよね、このギンドアンとの駆け引き。いやー、でもね本当にいいキックしてますね。キック力もあるからね。オッケー、ここはアリソンが反応できない腕ゴールの魔球だ。ライジングシュートで獲得したコーナーキックをオンゴール扱いにはなってるけど、まあさすがのアリソンも反応できませんでしたね。魔球手元でブレるぜ。さあここ受ける、ルーレットがね割とマジで強い。うわライジング低難度固有級のあのもうさ血を這う、うわー、あの水切り思い出した。水切りって何連打みたいなやつあるじゃないですか、あれ。おーおーおお、何今のタッチ、腕子ドリブルやばない。あ、待った、ドリブルしよう、ファイティングリ、ナイスドリブル。もうこっから打っちゃおう、さすがに無理か、さすがのゼロ角度すぎた。さあ、いやゴラッソゴラッソでしたね。さすがブースター、まさかそこ蹴ってくるっていう感じだったと思うんで、あ、動けないアリソンの魔法をかけた。さらにここですね、いやここルーレットからのこの低弾道がもう気持ちよすぎてね、伸びすぎる。シゲの頃のジャイロボール、低弾道の中の低弾道のスーパーライジングショット、もうねこの写真も好きだし、シュートもうまいし、ドリブルも神だし、タッチ柔らかすぎるもんな。ここで体をねやっぱ前に入れるっていうところ、この柔らかさ。さあどうしよう、ここら辺もねやっぱうまい、うまい。さあでナイス、柔らかい、えでこえぐい、えぐいな、最高のライジングフェイク、あれは絶対シュート打つと思うからね。そこからの切り込んでのが緑、いやブースター腕子最高。さあゼロ角度ライジングとか狙ってみようかな、ゼロ角度ライジング。いやー、あと高さがもうちょいしちゃったらありましたね。スライド、いやーこれは
かメッシみたいなかわし方をしたところでの後ろからのゴリゴリスライディング、誘い出してのスライドですね。斜め後ろドリブルから、あこれ怪我してないから大丈夫かな。あ、いた、いた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 、来た、うわナイボ、めっちゃナイボ、PK? 何があったか分かんないけど、スターリングに腕ゴール完璧なプレー、あーこれだね。絶好調でね、PK 外すわけないからね、絶対決めてくれるでしょ。真ん中、勇気の真ん中、2ゴールでね、1点目のドリブルがめっちゃ気持ちよかった。ここでやっぱ反転からのインパクト絶対警戒するはずなんでね、そっからの高速スライドでこれ4枚抜きかな、1枚は正面でかわしてね、その後3枚来たけどそこもね推進力でゴリゴリに突破しました。うわー気持ちいい。ここでさらに間3枚ディフェンスライン完全突破、神ドリブル、裏総合値103はえぐいですまあ、そこからやっぱりボルコンとキック力で、まあ、中央でのドリブル、アーセナルをね引っ張る男、さらに行く、さあデンベレが頭でちょっとフットサル的なテクニック、さあこれこっからさ、こっから狙うのはあれじゃない、いったーマジか、行きましたいや絶対お相手あそこから入ると思わなかったと思う、キーパーもびっくりでしょ。今回の腕ゴールはね一味も二味も違うぜ、裏総合値約3、しかも多分あの角度のゼロ角度ライジングって、まあ、決めたことはね他の選手もあるんだけど左足であそこからあんまり決めたことないからね。デンベレ暴れてる、さあびっくりしただろうね今のは。おー、いったか、いや、かっこいい、ディフェンダーを鮮やかにサッカー漫画のようにかわす身のこなしの軽さ、やっぱトラップうまいね、こういうさトラップですよ、一個一個のトラップとか、いい、でもう一個ね、もう一個いって、うん、あれでさもう一個外目に行ってスライドっていう形を狙いたかったけど、いやーし後半硬かったけどね、ちょっとあれはリプレイ見たいよね。まあロベカルとかで左サイドとかだったらよくやってたんですけど、こっち側から左足で狙うというね新感覚アトラクション、キーパー目線で見たいねこれ、まさかそこ来るとは思わないよねこれ、脳汁ボンバイエーライジングがね打てまくるので、ぜひ皆さん今回の週刊ガチャでね狙って獲得して使ってみてください。